あなたの瞳に何が映っていますか？私の瞳ですか？あなたの胸です。セクハラじゃないか。いやー、瀬田圭介です。わ、セクハラ発言してもうた。もう始まってすぐにセクハラ発言してもうた。噛めまくってます。よっしゃ、確かなんか結果要素動作いきなりなんか重要そうなの見つけましたけど、ウホ。ウホとは魔除けや清めの効果がある呪術の一種である。呪文を唱えながら決められた歩行法を行うことで効果を発揮する。ってことはこれでない？この呪文を唱えたらいけるんちゃうか？結界、我々神崎家ではウホにお札を併用することで霊力を持たないものでも効果を発揮させることに成功した。だからお札貼っとったんかな。普段は村に結界を貼るため各部屋にある面の裏にお札を収めてある。面の裏あったあった、全部剥がしてしまったわ。なお、ウホの歩行法は別紙にて説明する。これがアイヌ神さんが言っていた結界術なかな。この都度同じ順番でお札を収めればいいのかな。奥の部屋に行ってみよう。ウホの図式。ウホ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 。奥ってここ？行けるんかいな。よく見ると扉に文字が彫ってある。ウホを刻め、ウホを刻め。わあ、なんか来てる、なんか来てる。あー、なんか来てる。めっちゃ暗いところでなんか来てる。暗いところでなんか来てます。まずちょっとここの部屋に何があるのかっていうのを見せてもらえませんか。なんこれ、あ、もしかしてここに収めろっていうやつか。どうなんだろう。とにかく安納すぎるんですけど、事態が安納すぎるんですけど、あいつ何、あ、いいところあるじゃん。あ、火つけれん。マジかよ、ベイベー。来てる、来てる。危ない。じゃあどうすればいい？なんなんこれ。どうすればいいの？左に道があったような気がするけど。なかったね。あったような気がするだけだったね。おー、すぐー。あ、そうかそうか。メニューからやれのパターンだったんだ。図式見とかなあかんで、ね、ってことは覚えきれません、覚えきれません。お札の順番覚えきれません。メモります。よっしゃ、メモった。これを左からかつ斜め行ったりかつみたいな。あれちょっと選んでないよ俺、お札選んでないよ。メニューから開いてのパターンかなと思ったけど、下から順番にやっていたらいいパターンだったん。じゃあ俺なんでメモったの、これでいいんや。別に下からあの図の順番に決定機押してけばよかったパターンなんだんじゃ。なんだよそれ、なんなんだよ。なんかニコさんが前歌いよったような曲になってしまったよ。よいしょ。ってことはだ、まあ、とりあえず順番はもう図で大体覚えとるけん、メモる必要なくちゃんと生きろるな。てかさえちゃんじゃないわ、やよいちゃん、おもの覚えいいな。あんたは図メモとか取ってなかっただろう。んパン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 チーン。サイコのチーンなんなん。やったー、開いた。よっしゃー、なんとかなったな。ほんと俺メモ取ったん何だった。ほんとさ、ほう、うち、しょう、なんて読むか分からんけど、とりあえずメモったな、順番をな。どの順番でやればお札をどの順番で貼ればいいかメモったのに、なんかおるで。あ、これさっきのやつ。おう、さっきのやつや。犬神さん、どうやら結界術はうまくいったようだな。そうなんすよ、なんか勝手に置いてくれたわ。弥生ちゃんがめちゃくちゃ物覚えよくてさ、俺がメモ帳を使うまでもなかったわ。よかった。なるほど、お前は神崎の末裔か。私がこの家の
わずかだが、お前には神族の霊力が残っているようだ。それで私には霊感が？お前、名は何という？弥生です。ふむ、では、そう呼ぶとしよう。して弥生、あぬしはなぜここ、なぜゆえここに来た？何故やな？さえを、親友を助けに来たの。さっきまで会った部屋から親友の声が聞こえたんだけど、お主が来たことで何らかの現実が発動したようだな。やっぱ現実か、あれ。それでか、偽物なんやな。ふむ、確かにわずかではあるが、村の奥に人の気配があるな。それともう一つ、これは八重か。カッカッカッ、あの若造め、まだ生きておったか。なるほど、奴が村の結界を壊すためにお主を利用したというわけか。八重はまだ生きているの？肉体はとうに滅びているようだが、魂は生きておるな。八重ってあれやな、前作のラストで出てきたあの黒いやつやな。黒幕や、黒幕。霊体である俺や、今の八重では強力な腕に触れることすらできんからな。おそらく奴はそのサエとやらを器にするのが目的だろう。儀式のなんか、儀式の生贄にしようとしてるな。そんな、サエはどうなってしまうの？魂が交換されると肉体は支配され、元の人間の記憶もなくなるだろうな。器の魂は黄泉へと送られるだろう。やっとここまで来たのに。だが、術の発動にはまだ時間がかかるだろうな。つまり助けるなら今しかないということだ。カカカカカ、なんでちょっと笑ってんの？何か助ける方法はないの？俺なら奴の魂を食い殺すことは造作もないが、今は結界が破壊されたせいで他の正気が凄まじく、霊体の俺では長くは持たん。高齢術が使えるわずかな時間ではあるが、俺も外に出られるだろうが。しかし、お主は現代の神崎にそのような力は残っていないようだな。会話程度であれば俺の力だけでもできるが。そんな、それじゃあサイが。ん？お前、お主、魔除けの類を持っていないか？ああ、あのお守りか。え、おばあちゃんからもらったお守りなら持っているけど。どれ、ちょっと見せてみろ。ふむ、何でも鑑定団出そうとしてるか、お前。何でも鑑定団出してもお金にならんぞ。カカカカ、道賢名、この時代を先読みしておったか。ん？どういうこと？このお守りにはかつての神崎の力が封印してあるので。すげえ。当時の神崎当主である道賢が八重を倒す布石として残したのだろう。すごいな、道賢さん。確かに今の八重は魂ことこそ生きてはいるが、霊力は極限まで落ちている。このお守りは何かに使えるの？そのお守りの力を使えば俺を呼び出すことは可能だ。じゃあこれがあればサエを助けることができるの？そうだな。ただし一度使えばお守りの力はなくなる。まあ道賢のことだ、お守りかそれ一つということはなかろう。村の中を探してみろ。それと同じものが見つかるかもしれん。わかった。ありがとう、犬神さん。カカカカ。さて、久しぶりに人間界に来て疲れた。俺は帰って寝る。意外とジジイみたいな生活してんじゃねえか、お前。俺が必要な時は呼んでくれ。うん。それじゃあ、行ってくるね。この犬神って人はね、味方なんやな、完全に。カカカ。誰かに似て、なんとも無鉄砲なやつよ。まあ、道賢よ。お前との約束、ここで果たすぞ。ぺー、よっしゃー。ってことは、お守り探せってことやな。セーブそこ。あいつ、いい犬やな。うちのペットにならんかな。毎日3食餌あげるけんさ、ペットにならんかな。チャラいろ、チャラいろ。あ、こっちセーブポイントあるんじゃないか。こっちでセーブとこ。なんでセーブしたのかってぐらい近いところにあったやん。 J リーグ地には近いところにセーブするのが定石よ。どこあるんだろう。なんて言ったってこれまでの建物をさ、
どこを入り口行ったってさ、開いてないもんな。あ、何？何？導いてくれてる。村の方から俺のことを導いてくれてる。晴れてよ。違うな。やばい、敵出てきてる。敵出てきてるよ。おい。あれは、さっきの、気をつけて進もう。まさかの、お迎えにな、犬のタイプいる。犬のタイプもいるの。ちょっと早いとか、早い、入れ。でも開いた、入れ。入ってこんだろうな、あいつら、入ってこんだろうな。よし。ってことはさ、そういうタイプか。捕まった瞬間ゲームオーバーではなかったけど、よかったけどさ。なるほどな。そう、ハートってそういう意味だったんか。HP だろうとは思ったけど、こういう感じで HP 削られるってことか。そうか、そうか。サバイバーだな。あ、ウラコや。ウラコがおる。そんなことはどうでもいいんじゃ。ウラコー、ウラコー、かまってる暇はない。さっさと探せ。お守り、やった、いきなり出てきた。これはお大切なお守りの方で、こっちか。神崎家のチクルが封じられてるお守り。犬神を呼ぶことができる。今は呼ばない。いつ呼べばいいかわからんけど、たくさんあるんかな、これ一個だけじゃなくてさ。じゃあこっちの方も行ってみましょう。あー、入り口に、入り口のあたりで、いや、ここ詰まってるやん。ああ、めっちゃ来てる。めっちゃ来てる。一体家の中に退散で出ていく。戻る。位置が戻ると。あくどいだろう。作戦立てだ、作戦な。ヘイ、サードコ。よし。よーし、行くぜ。暗いな。相変わらずどの家も暗いな。最近の技術使ってないよ、最近の技術。電気の技術。ライトないんかな。あるかな、ここにも。鎌があるな。この中にもなし。何かしらアイテム欲しいところであります。ん、神村の約束ごと。1、無断で山を降りないこと。2、道明家に要望がある場合は神崎家あるいは六道家を通すこと。六道家、え、六道さん。いや、やっぱりあいつ、あの人なんかつながりあるんかなと思ったらあるんで。4、子供を一人ドーメッキの養子にすること。生贄じゃないか。何、養子にすることって、生贄じゃないか。もう実質生贄じゃないか。どんだけ子供欲しいんや、お前ら、ドーメッキ家は。お、布団がある。お、布団、布団が布団だとかならんだろうな。お、日記。村で病が流行り始めた。神崎家の方々が急ぎで薬を使っているらしいが、すでに村人の半数は死んでしまった。私たちもここで死ぬのだろうか。昔えぐいことがあったんだな。お守り、お、一軒に一個あるんかな、もしかして。お守り、農作業の予定表、それだけか。なんかすごいおぞましい。うわー、危ない。今危なかったよ、隣通ったよ。危ないな。こっちは行けるん？行けない。めっちゃいますね、あんたら。めっちゃいますよね、あんたら。だから一匹おれば50匹おると思うっていう、ゴキブリ並みにいますよね。色も黒いし、ちょうどそれぶさい。何だ、なんだ、なんだい。わーお、まだ出てくるかい。やっほー。時間的な問題もあるんで、セーブしとこう。もう今回ここで終わろう。セーブポイントどこや、セーブポイントどこ。セーブポイントはどこやねん、どこやねん。いちいちここまで戻らなあかんの、これ。もしかしてセーブするのにいちいちここまで戻らなあかんの。つらいな。普通につらいな。よいしょ。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。
あ、あ、あ、い、犬神、犬神、はい、おで、おで、はい、おで、はい、おで、な、おで、おで、はい、おでだよ、おで、はい、おでして、おで、はい、おで、はい、おで、おで、はい、おで、あ、じゃあフリーズビー、フリーズビー、じゃあフリーズビー、じゃあ取ってこい、取ってこい、取ってこい、はい、取ってこい、は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 い、フリーズビー、いたよ、いたよ、取ってこい、取ってこい。